長谷川豊の本気論本音論チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊でございます本気論チャンネルをいつもご覧いただき本当にありがとうございます皆さんよかったらチャンネル登録そしていいねシェアなどをしていただければ長谷川豊本当に嬉しいですどうぞよろしくお願いいたしますさて、えー、前回このチャンネルで 平成をちょっと振り返ってみると、もう歴史的にダメだった30年っていうふうに言われちゃうんじゃないかっていう話をしました。この平成の30年は日本の歴史上最悪の30年だったというふうに言われてしまう可能性があるんじゃないかという話をして、今日はそのパート2です。年上げ早々随分景気の悪い話をするなぁなんて言われたかもしれないんですけれども、よく聞いてほしいんですね。 少なくとも前回はこの日本の景気は戦後2番目の拡大危機に入ってアベノミクスは素晴らしいっていうのはニュースキャスターが1ミリの勉強もしてない大嘘ですよっていう話をさせていただきました少なくとも景気っていうのは死のの学者が理屈言うもんじゃなくて給料上がってなきゃダメですけど給料が落ちてますよっていう話をしましたねしかし何のデータもなしにですね何のデータもなしにこういう発表ってやっぱできないんですよ じゃあどういうふうに今日本の景気状況というか経済状況なんですけど正確にはなってんのかって話なんですけどクレディスイスって知ってます皆さん。クレディスイスっていうところがプレスリリースのリポートを出していてこれクレディスイス2016年度グローバルウェルスリポート2016年の世界の富の成長は依然低迷。世界全体としては富の成長っていうのはそんなにぐーっと急拡大してないよ。ただ日本は国別で 世界中の中で最も高い伸び率を達成してるんですよって書いてあるんですよ。皆さんこれ知ってました知ってましたいや、正直な話、へえって話じゃないですか。前回のチャンネルで僕が申し上げた通り、日本人のサラリーマンの平均給与はたった20年で20ポイント落ちています。世界中は同じ20年で30ポイント給料が上がっているにもかかわらずです。そして、 保険料だ、電気代だ、水道代だって次々取られて、たった15年間で所得700万円の人は、15年間で50万円も可処分所得が減ったよっていう話をしたばっかりです。世界で最も高い伸び率。なんじゃこらって話ですよね。これね、内容を詳しく読むとこういうことなんですよ。日本は国別で、前年に比べて、要は2015年に比べて、2016年はむちゃくちゃ伸びたんだよ。 この日本のミリオネアの数は2015年の208万8000人から増加して2016年、たった1年ですよ。たった1年の2016年には282万6 0 0人。1年間で73万8000人ミリオネア。個人金融資産が1億円超えてる人が増えたって書いてある。えー、っとですね。 億万長者なんていう言い方をしますけれども、世界的にはミリオネアなんていう言い方をしますね。100万ドルですね。ちょっとこれすごくないですか ?2015 年の208万人から2016年の282万6000人。ちなみに日本の超富裕層と言われる金融資産50億円以上。お前、いくらお金持ってんのうん、50億以上あってあるかなっていう人が超富裕層と。 いう話になりますけど、これ2016年で世界第2位の3600人、日本にいます。日本で3600人います。ちょっと考えてほしいんですね。年間、ミリオネアだけで73万8000人増える国って、どういう国どういう国これ去年1年間で、日本中で生まれた子どもの数、皆さんの周りで子どもって生まれませんでした。 一人ぐらい生まれてるでしょ一人か二人ぐらい生まれてるでしょ子供が生まれた数で92万人ですよ。この2015年から2016年でアフェノミクスがスタートして、まず最初に何が起きたかって、年間73万8千人、ミリオネアが増えたんです。億万長者が。なんじゃこらっちゅう話ですよ。日経新聞見ると、よくわかるんですけれども、家計の金融資産最高の1832兆円。 2017年9月の段階でですね、日本経済新聞が記事にしてるんですけれども、2010年に1000兆円ぐらいしか日本国全体の中にはお金がなかったんです。ところが、2017年の9月の段階で、日本全体の中に1800兆円のお金ができるようになっちゃったんです。メタメタ増えてますよ。メタメタ増えてるんですけど、そのきっかけになってるのが、 17年の配当最高の12.8兆円っていうことです。日本はサラリーマンは給料減ってるんです。サラリーマンは可処分所得って言って年金とかもバンバン取られるから使えるお金どんどん減ってるんです。この平成の30年でめちゃめちゃサラリーマンって貧乏になったんです。ところがアベノミクスが始まる前の段階で 5000万円とか1億円とか30億円とか分の株。株式を持ってる人。あ、俺、水保銀行の株式0.8%持ってますよ。みたいな人。どっかで韓国に行って土下座とかしてる人みたいに、俺、ブリジストンの株30%持ってますよ。みたいな人。ブリジストンの株300億円分持ってますよ。みたいな人は、あっという間にその資産が600億円とかになってるんです。対外的に見ると、 このクレディスイスのリポートの通り、日本って金めちゃめちゃ増えてんですよ。めっちゃ日本の金,いの金い増えてるんですよ。それをもって景気拡大だとか色々言ってるんですけど、きついこと言っちゃうと、景気が良くなったって景気っていうのは僕たちの給料とか増えなきゃ意味がないから、景気が良くなったんじゃなくて、安倍さんとかね、麻生さんとかね、麻生財団の総帥ですけれども、 お友達のドカネ持ち軍団だけが爆増したっていう。それが今の日本の現状です。これはちょっとテレビやニュースとかで言われたりしてるじゃないですか。これ実際そうです。数字で見るともうえぐいと思うんですけど、日本はもともと何十億円も持ってた人のみがアベノミクスでくっそ儲かって、それまでつつましやかに生活をしていた別に企業の株式なんか持ってないよみたいな人は、 どんどん搾取されてるっていうのが、小泉政権時代と安倍政権時代でめちゃめちゃ進んでるっていうのは、これは実際のことなんです。じゃあ何とかできないんですかっていう話なんですけれども、これはもうね、僕が何回か言ってることなんですけれども、天文学的に増えている企業の内部留保ですよ。もうね、企業が、さっき言ったようにお金はもうバンバン増えてきてますから、アホみたいに儲かってるんで、 かといって、従業員に渡しちゃうと、社長確か自由に使えなかったり、その後、景気が悪くなったりすると怖いからということで、従業員に全然還元さしてないんです。日本って。従業員に全然還元さしてないで、ために貯めて、寝っ転がして、何一つ動いていない企業のお金、金融機関や保険業は除いてですよ。 金融業とかめちゃめちゃ内部留保してるんですけど、金融業とか保険業を除いて446兆ってお前、日本の総税収の8年から9年分じゃないかって話なんです。日本、日本人が必死になって毎年抑えめる全部の税収の8年から9年分のお金、企業は内部に溜め込むだけ溜め込んで、一切動かしてないんです。一切動かしてないんです。異常かっていう。で、何度、あの、前回も言ったように、 サラリーマンの平均給与はご覧のようにどん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 下がってきてるっていう状況です。働いてる連中はどんどん給料を下げられる。でも一部の金持ったり取締役だったり社長の人間たちはアホみたいな儲かり方をする。これがベラボーに進んだのが平成の30年間です。もう考えらんないぐらい進んだのは。そこで僕がどうしてもやりたいことのうちの一つであり、 もちろん一丁目一番地はメディア改革なんですけれどもメディア改革以外にもうごくごく当たり前のこととしてやりたいのが僕日本人の平均給与1.5倍まではこれ計算上マジで上げられるので即上げろって言いたくなるんですよこれ給与にまつわる法案とかを変えるだけでおそらくなんとかなるはずなんですね今の平均年収500万円の人に聞きたいんですけど 750万円あったら楽になりませんなると思うんですよ、僕。今の平均給与400万円の人が600万円になってみてください。楽になりませんあのね、グローバル社会なんて世界の平均値はある程度ね、保った方がいいんですよ。 前回も言った通り、世界のサラリーマンの平均給与はこの20年で30ポイント増加してるんです。この20年で日本人は20ポイント落ちてるんですけど、20年で50ポイント差がついちゃったんです。50ポイント1.5倍までして、やっと世界の平均なんです。世界以上のことやれなんて一言も言ってないんです。世界平均までやるだけで、お前、景気増しになるでしょって。だって、日本人全員が払う税収の8年から9年分が、 今、寝っ転がってんですよ。このお金動かすだけで、どれだけ景気上がると思いますどれだけ商品売れると思います資本主義社会において、お金の動きって血液ですよ。血液が大量し続けてるんですよ。血液は動かさないと悪いものを流していかないから、こんなバカみたいな殴りをさせてたらダメなんですよ。でも、どう計算しても、 日本のサラリーマンの給与は絶対に今から50%は上がります。これ上がんない方が欲しいんです。100%上がります。どっかの社長さんが個人資産3300億円ですよって言って月に行ってる暇があったらボーナス出せやって話なんですよ。個人資産3300億円はご立派です。素晴らしいと思います。合理期あやめと、そんなのしたらやってりゃいいんですよ。でも、 あなたの個人金融資産を3300億まで上げられたのはあなた一人の力なんですかって。違うでしょって。あなたシステム作っただけでしょって。あなたにはめちゃくちゃ優秀な仲間がいるじゃない。1000人の正社員がいるじゃない。彼らが優秀だからあなたの資産は増えたんでしょって。だって確かもう名前言っちゃいますけど、ZOZO の平均給与って確か700万ぐらいのはずなんですよ。 ゾゾの社員の平均給与が、みんな超一年頑張って、700万ですよ。でもそのシステムを作った前沢さんが、合理化やめた遊びながら個人金融資産、3300億円ですよ。3300億円ですよ。1年100億円ずつ、1年も逃さず1年100億円ずつ使い続けて、あと33年かかるんですよ。十分じゃんって。この内部留保はね、やっぱおかしいです。 日本人の平均給与は僕はもう多分行政が主導して強引でも何でも1.5倍ぐらいまで少なくとも子育て世代とか現役世代は上げなきゃダメです。でもそしたら絶対に景気良くなります。だって生きたお金だから。おじいちゃんおばあちゃんがタンスに寝かしとく。企業がもしものためにって言って寝かしとく。その滞留してる血液が多すぎです。血液を流そう、日本は。そしたら絶対に日本の景気はマシになります。僕これ断言できる。 こんなに簡単なことで日本を復活できます。なので、新年最初のネタに選ばせていただきました。えー、どうでしょうもう腹立ってきたわ。もし皆さん、あの、今日話した内容とかが、あ、いいじゃないのというふうに思っていただいたら、いいねとか、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。長谷川豊の本気論、本音論チャンネル。私、長谷川豊が、本気で、本音で、ズバッと世相に切り込みます。 お楽しみに